今日はまた愛知県の奥三河、新城市と東栄町との境にある三瀬明神山に来ました。今日は三瀬明神山はこれで4回目ですね。今日は初めての三瀬登山口ですね。こちらから登っていこうと思います。ここに登山届を出すところがあります。登山届は山っぽで提出してあるんで大丈夫だと思います。車の駐車できるところなんですけど、ちゃんとした駐車場はないんですけれども、登山道入り口の入り口に、5台ほど止めれるスペースがあります。ちょっと競争率高いですね。今日も最後の1台でしたね。こちらから登るときは気をつけてください。で、ここ一応トイレがありますけど、僕でもちょっと使う気にはならないですね。まあでもあるだけありがたいです。ということで登っていきます。三瀬明神山を。緑が綺麗になってきましたね。よし、行こう。三瀬明神山登るのはこれで、4回目かな。馬の背直登チーワで今日の三瀬登山口で4回目に登ります。なかなかハードな山だと思いますけど頑張りましょう。しばらく林道を歩いて行く感じですね。林道を黙々と登っています。そこまで急ではないんですけど、山頂に登っていくとだんだん足にきますね。よいしょ。立派な岩がありますね。その横を通っていきます。案内板があります。距離が短い分登るしかないよね。もうよし、こうだいぶ標高を上げてきました。今はだいたい
650ぐらいですね。だいぶ日が当たるようになってきました。ありがたいですよね。 GoPro も生き返ります。あー緑が綺麗。とりあえず前後誰もいないんで安心してゆっくり登っていけます。よし行こう。ずっとこんな感じでつづら折れの急登だな。結構きついですよねこれ。勾配のエリア、まあまあ勾配を登っていきますね。よいしょ。今日ちょっとそろそろここも山ビルが出るっていう話を聞いたんで全身虫除けスプレーしてきたので、今のところ昼には遭遇していません。おおすごい。これを登るって言ったらすごいだろうな。まだこっちですね。右から登っていきます。こんなとこ登っていきます。よいしょ。そろそろちょっと GoPro をショルダーにセットした方がいいかな。ちょっと鎖場岩場になってきたんでこれを片手で登ると危ないのでちょっと GoPro を取り付けます。リュックに。休憩。ちょっと今日 GoPro が調子悪いな。ちゃんと撮れてるか不安です。ああ岩場が続くな。こっちですね。ああそこに橋が見えますね。こちらに行きます。ちょっと一瞬迷うかな。橋というよりかまた鉄橋か。ここに落ちないようにテラスが作ってあるんですね。でここを登っていきます。よし、はしごを登っていきます。揺れることはないです。はしごからの鎖とロープもあって危ねえなこれ。でまたロープ。さすがだね三つ明神山も。こっちの三つ口の方は距離が短いんで意外と楽かなと思ったけどなかなかハードですね。あー登るね。よし、ちょっと面白い岩場が始まるのかな。だいぶ涼しい風が吹いてくるようになりました。ものすごい気持ちいいですね。よし、岩場を登っていきます。よいしょ。と思ったけど大したことなかったか。いいところですねここは。じゃあ面白そうですね。
危ねえ。あー、いかん、気を抜いたらいかん。おっさん転ぶ。何これ、よいしょ。いや面白いね。もう少しで千岩橋からのルートの合流点というところで、少しなだらかな道です。ボーナスステージですね。ここは5合目です。三角点があるんでタッチしとこう。5合目付近はなだらかですね。結構なボーナスステージを歩かせていただき、ここが分岐ですね。今三瀬登山口から来て、明神山山頂はこっちですね。でこちらは千岩橋からの登山道になりますね。ここから登ってきて、ここに合流ですね。ここにも三角点があるので、とりあえずタッチ。ここからまだ60分ですね。行きます。あ、誰か登ってこられたな。よし、行きます。今日今の千岩橋から来るルート、 2,3 日前に明神一つちゃんのモーメントで小谷橋駐車場ではないですけど、駐車できるスペースが進入禁止になってしまったそうなんで、あそこを止めちゃうと千岩橋に観光スポットなんで、みんな来るのに車を止めるとこは全くなくなっちゃうんですよね。でもほぼ路中しかないんで、いくらなんでもそれはまずいんじゃないかなと思って、大きなお世話ですけど市に問い合わせしたら、県の建設事務所に担当者の名前を教えてくれたんで、そちらに聞いてくれって言われたんで電話したんですけど、で一応もう向こうが言うにはあれは駐車場じゃないということで、まあ、そんなことは誰でも分かっていることなんですけど、じゃあこれからゴールデンウィークになったらみんな観光客どうするんですかってずっと話してたんですけど、まあ、とりあえずゴールデンウィークまでには開けれるように努力調整するということになったんで、どうなんですかね、本当に開けてくれるかわからないんですけど、一応市の観光課と県の建設土木事務所と、でもう一個警察も入ってるらしいですね。で警察と3社で相談して、ゴールデンウィークまでにはなんとか開けましょうとは言ってたんですけど、ちょっと警察が入るとちょっと簡単には開かないかな。まあでも一応期待して、また開かなかったら電話でお話をしましょうと思って、今日でも今千岩橋から登ってきた人もいましたね、今ちらほら。今日空いてたらいいんですけど、もしくは路中かな。もう僕的には千岩橋から登ることはないと思うんで、千岩橋で溢れた人が栃の木沢三瀬とかに分散されちゃうと、もうまた車止めるところがなくなっちゃうんで、
それが心配なんで、なんとか開けてもらえるように祈りましょう。こんななかなかな岩だな。こんなとこあったっけ。こんなところをペラペラ喋りながら歩いてって、よく俺も転ばんな危なかったな今。こんなとこペラ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 喋りながら歩いていました。千岩橋から登ると距離が長いんだよね。登りはいいんだけど、帰り一人でポトポト一人でも歩いてるとね、距離が長いともう嫌になっちゃうんでね。千岩橋ルートはこりごりですね。よいしょ。これが千岩橋から登ってくると最初の鎖場ですね。登っていきましょう。先ほどの鎖場からほどなくして、この岩場の鎖場が、今日は大丈夫なんですけど、前回濡れててツルツルだったんですよ。で、宙吊りにぶら下がっちゃった記憶があるんで、気をつけていきたいと思います。前これで滑ったんだね。今日は滑る要素はないですね。大丈夫でしょう。よいしょ。これこっちに鎖場もあるけど、こんなはしごもあるんですね。もうめんどくさいんで走るんだってこう。はしごの方がいいですね。上から見るとこんな感じですね。もうちょっと登っていきます。この鉄橋を上がると馬の背がありますね。よし、張っていきます。びっくりした。今日も快晴の馬の背ですね。こんな感じの馬の背です。で、眺望は最高ですね。オーライク水がないな。この一番大きいのが売れ山ですね。これは分かりますね。あと向こう一個向こうが蓬莱山かな。馬の背から
字通り。いいですね。よし行こう。もう少しで山頂かなと言いつつも、まだこっから意外とアップダウンがあるんだよね。とここは9合目あと 150m。 馬の背越えてもまだこんなとこ登っていきます。これこのまま行きそうなんだけど、山頂は一回左に降りるんだよね。よいしょ。やっぱ三瀬明神山は大変。平山は重曹は大変だけどね、単品ならそうでもないんだけど、これが最後かな。ここ登ったら赤い展望台が見えると思います。ちょっと休憩。鉄橋を登ります。おう、赤い建造物が見えましたね。疲れた。じゃあ、こんにちは。到着。お疲れ様です。到着。とりあえず乗る。ゴール。到着です。とりあえず明神山4回目の登頂です。今日は快晴で風も結構ありますね。いや疲れるね。やっぱり結構山頂いますね。人はどっから登ってきたんだろうかと思いますけど、とりあえずは南側テラスに向かいます。今日は一発で行けるかな。よいしょ。はい、到着。南側テラス。今日も誰もいないですね。ここも結構危ないですよね。下何もないですもんね。ペットボトルでも転がしたら下まで行っちゃいますよ。これここが足場があるんでいいとこなんですけど、あ、みんな足場があるな。だいぶ増設されてますね。こちらは新しいですね。ここがいい。
きなベンチに足場もあります。あー疲れた。あ、ほうきも常備されてるんで砂汚したらちゃんと掃除しましょうって話ですね。南側テラスからの眺望ですね。いいですいいですしか言いようがない。南側テラスで20分ぐらい休憩しましたけど、やっぱりここは誰も来ないですね眠くなってきちゃったんでもう下山しようかな。あー、テラスからです。これは気持ちいいけど怖いよね。よし、とりあえず戻ってこっかな。あ、明神さんこんにちは。あの、ルビスケと言います。あご無沙汰しております。あれかのことだったっけ、ミッセから。そうそうそうです、今日今日空いてた。ミッセですか。違う違う、小滝橋。あ、空いてました。空いてます。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。なんかもうなぜか山頂踏まないんですよね、この GPS。 大丈夫かな。まあいっか。なんかピーク踏んでないような気がするな。ちょっともっぺん登ろう。ようやく最初の登山口、塗装した場所ですね、川に戻ってきました。もう駐車場までは目と鼻の先です。よいしょ。いやー綺麗だよねここ。気持ちがいい。変わらってこっかな。最後の最後に溶けないように気をつけます。よいしょ。はあ、さあもうちょっと。無事今日も到着しました。無事下山できました。お疲れ様です。あー、なかなかいいとこでしたね。ただこれどうやってこれ出てくるんだろう。ここで切り返すか。ここで切り返すしかないね。これ厳しいよね。朝いた車はこのデミオだけだな。よし、帰ります。お疲れ様。